こんにちは、チョメです。鐘の広場、お出かけしましょう。今日はね、このパン食い競争をやっていきます。で、ちょっとね、ゲーム音をね1段階上げたから、ちょっとね、いつもよりでかいかもしれない。だからちょっと今後戻すかもしれない。大丈夫？止まらないよな。パン食い競争頼む。イベント進んでくれよ。久しぶり。あ、よかった、進んだ。この前はありがとう。おかげで広場の評判もうなぎ登りさ。そうだ、今度パン食い競争に出場するんだ。あ、小麦がめっちゃ必要になるかもしれないね。去年は惜しくも6位だったんだ。服装もまたちょっと変えてみたよ、いろいろ。あとちょっとで優勝だったのに。いっぱい練習するから手伝ってよ。じゃあ早速準備しようか。あ、準備が始まっていくね。クリア。何もらえるんだ、しょっぱな。何もしてないけどな、話聞いただけだけどね。あ、ライ麦っていうのが必要なんだね。12個だね。収穫できるかな。何本かかるんだろう。あ、とりあえず水あげればいいから。1時間だってだいぶきつくなってきたな。でも今回はこの田植えと水やりすればいいからな。12個植えて、これ12個に水やりをすればね、大丈夫ですからね。あ、それとね、土台も変えたよ。前の報酬もらったやつでね、ちょっと変えてみたよ。自分のあれと似てるからあれやけど、ちょっと見るか。お、なんだこれ、石みたいなのもらったぞ。ほらほら、ここにね、なんかね、森みたいなのがついてるんですよね。こうやって集めていくっていうのもいいよね。ライ麦カンパーニュを作ろう。それぞれね、こうやってね、作っていきますね。だからこれとこれ収穫したらノーマルとレアができるみたいですね。じゃあね、これを作ってお届けするっていうところをね、ちょっとやりますからね、少々お待ちくださいね。67個と31個作ったのでどんどんやっていきます。で、前回ね、ちょっとゲームの音がね、ちょっとでかすぎたからね、ちょっとまた元に戻してみました。で、マイクのね、音量もね、ちょっと上げましたね。はい、これでね、お届けをしていきます。こっち、おお、いっぱいできた。だから寝る前とかにこうやっていっぱい作っとこう。実況ではもう結構揃ってる感じにしようかな。そしたら結構サクサクできるかもしれない。これを3つと、はい、で次6個渡していこうね。はい、クリア。これ結構楽しい。お、柵みたいなのが手に入った。これもちょっと後でね、飾っとこう。あ、これ結晶はさっき手に入ってたね。またなんか作るんでしょ。あ、結晶と発酵バターを交換しようだから、そこそこ作っとった方がいいのかな。じゃあ5個ぐらいちょっと作ってみるか。はい、これで結晶が4つ出たね。さっき1個出たから、ちょっとこれでね、交換する、行ってみよう。1個ずつだったら多分交換できる。2個ずつだったらちょっとまた裏で作る。そんな感じでね。で、ここのノンさんで交換するって感じですね。あ、2個だね。だからほら、全然ダメだ。交換するってやってもちょっと足りないね。だからちょっとね、回収してくるね。はい、集めてきました。これでね、交換が完了しましたね。はい、クリア。何をもらえるのかな。お、帽子だ。これもちょっとかぶろう。次これを作る感じですね。材料はどんな感じだろう、ちょっと見てみよう。作れたらすぐ作るけど、なんか足りないような気がする。あー、ちょっと足りないね。4つしか作れないから、あとこれ発酵バターも必要なのか。じゃあちょっと材料を用意しますね。こんにちは、チョメです。ライ麦のブリオッシュ8個作りますね。作る。はい、結構ね、実況外でね、ライ麦をね、作っておきました。だからね、今回サクサク進むと思うよ。はい、お出かけする。まあ次、新しいね、作物を植えるんだったらまたちょっと大変になるけどね。これでね、8個届けます。で、ちょっとレベルアップにも注意せんやいけん。
あと22、あと14でレベルアップしちゃうからね。はい、クリア。あ、帽子ってね、2つまで被れるみたいですよ。階段みたいなの。これも後でちょっとつけとこうね。次。これね、しかもカンニングができるんですよね。こうやって右にタップしたらね。これいいよね。ポリマーのいいところに行って家具を10個買おう。あ、こういう100とか150とかか。なるほど。いいですね、これ。じゃあ1個ずつちょっととりあえず買って。あ、ちょっと時間かかっちゃうな。でも欲しいもんな。500とかでも高いね。これを9個買っとくか。あと残り。はい。なんか使うかもしれんしね、こういうの。なんか、池とか作ったりさ、結構応用できるかもしれん。じゃあ置きましょうか。だからこれ、前手に入ったんだけど、この周りにね、なんか置いたりとかしてね。これは右下の模様替えからですね。10個置けばいいからね。ちょっとカットする。これちなみにこれ見て、上にやったら上にやったり、下にやったら下にやったりで高さも変えれるから、結構ね応用が効くんですよね。30にしとくか。よし、これで模様替え終了。はい、保存する。ちなみに階段こんな感じですね、真ん中。はい、クリア。どんどんやっていこうね、こうやって。で、次、ライ麦パンセットを作ろう。ここですね。さあ、どんな感じなんでしょうか。これ。あ、またこれがいるね。発酵バター。だからちょっと作らんやけんな。だから10個作らんやけん、これ。あの、かけらが10個ですよ、かけら。頼む、出てくれ。何個出てくる？ 1 個ずつ作った方がいいのかな。かけらは2、4、6か。あと4つ必要ですね。で、あとレベルが右4で上がっちゃうから、今ね4つ消費したらなんかエネルギーがもったいないかなと思ってるから、ちょっと13個ほど収穫しとくわ。もしかしたらオーバーして手に入るかもしれんけど、あ、それもちょっと見せればよかったな。スタミナ全回復、まあ、今全部使っちゃったけど、これ31とか32とかになる可能性もあるね。じゃあもう一回ちょっと作るから、ちょっと待ってね。ではライ麦パンセットを5個作りましょう。はい。で、これをね、届けに行きますからね。いいね、こうやってなんか、いろんなもの作れるっていいよね。毎日なんか、素敵な生活が送れそう。じゃあ、お届けします。ライ麦パンセット。お、1000ゴールドも手に入るよ。なんか、通貨はゴールドじゃないかもしれんけど。はい。お金が1000ですね。お、柵ももらえた。じゃあ次。イギリスパンだって。また材料は同じかな。どんどんライ麦だけ植えとけばいい感じかな、今回は。一番右。あ、またこれがいるね、発酵バター。発酵バター本当大事だな。だからこれどん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 やっていかないといけないな。残り3個だから、3個残せばいいのか。だから6作って、できるか？かけら出てくるか？4つ、2、4。足りないんじゃないかな、これは。あとね、2ポイントでレベルが上がります。で、スタミナはあと7残ってます。これで、ちょっと3つ作ってみよう。どうなるかっていうのをね。はい、3つ作ります。34だったら、引き継がれる。スタミナ全回復。あ、ちゃんと34になっとるね。じゃあ、あまり気にしなくていいかもしれない。じゃあ、どんどんストーリーをやっていこうね。お届け。でもこの時間、この間にもね、ちょっと時間が進んどるからね。早くやろう。はい。じゃあお届けしよう。3つ。次は281でレベルアップか。だんだん大変になってきたね。何がもらえるんだ。あ、新しい土台だ。これもちょっとね、後でやっとこう。はい、買おう。これは何を買うんだ？190と150と、うん、結構、階段も結構使うか。あ、でも高いね、500って。この、またブロック買っとこう、ブロック。ブロック必要でしょ。購入する。はい、購入しました。じゃあ家に帰って、またね、ちょっと10個ほど並べますね。クリアしました。見てこれ、レンガブロックもこうやってね、上に並べたりとかできました。で、あとこれ、新しくね、手に入ったやつ、置いてみました。じゃあ次。ライ麦のクロワッサン3つ。
またあれが必要なんじゃないかな。あ、やっぱりこれが必要ですね。じゃあちょっとこれを発酵バターを作っていきますね。これでね、どんどんやって作れますからね。見て、材料も結構集まっとるからね。こんな感じ。例えば5個作ったら、まあ何回もやってるからあれか。お、今回運がいいね。5個出たわ。もう一気にいけるかもしれない。あと牛乳も買わないといけないな。3つ作りますね。ライ麦のクロワッサン。はい。で、これでね、いきます、どんどん。これ拾わなくてももう自動的にもう入ってるから大丈夫です。こんな感じにね、後から自動回収されます。はい、届けに来たよ。だんだんちょっと厳しくなってきたけどね。すごいね、いっぱい。たくさんのパンができるね、ほんと。はい、クリア。何がもらえるんだろう、今回。あ、この自転車もちょっと後で置いてみようかな。お、次、左上が変わるのか、これ。もっとライ麦イリルパさん。この2つをね、作っていくね。あ、それとね、あれ、土台も変えたんですよ、これ。まだ紹介してなかったかもしんない。報酬で手に入ったやつね。じゃあちょっとね、またこれ作りますからね。これと、これですね。あ、今回ちょっと簡単だね。大丈夫。手に入るかもしんない。作っていきますね。まず、ライ麦のパンセットを2個。で、次に、ライ麦のイギリスパンも2つ作ります。これでね、完成したのでね、お届けに行ってきますね。はい。これさ、結構さ、前からやってるんですね、イベント。はい。渡しましょう。どれを渡すんだったかな？所持数2っていうやつ。え？これでもいいの？ 4 つ。違うよね。え、どうなってんのこれ。ライ麦から作れるパンをピノにお届けしよう。あ、そういうこと。これをわざわざ渡さなくてもいいのか。作るのは作るけど、これは最後はまあ決まってるよね。じゃあ普通にさ、この一番簡単に作れる、これ4つあげてみるか。お届け。なんかに使うかもしれんからな、あとあと。へえ、これでクリアしたわ。まあでもどうせ作らんやけんかったか。あ、これ左上のやつなんですね。ピノさんが今やってるやつだね。はい、次この料理をしていこう。で、これ、自転車、前の報酬でもらったやつですよね。で、メニューでフレームですね。これで新しいやつに、ほら、左上変えることができますね。では作っていこうか、この2つね。材料は何が必要なんだろう。まずこれ、あ、これまた発酵バターが必要ですね。これは、あ、いちごも作っとかんいけん。いちご残しとってよかった。これも発酵バターが2つ。じゃあちょっと発酵バターまた集めてくるね。集めてくるねって言っても、これをね、どんどんこうやってやって作って、かけらを2つ集めて1個に交換してもらうっていう作業を繰り返すだけなんですけどね。だからこれで発酵バター2個手に入ったね。こんにちは、チョメです。秘宝です。前回までの動画、編集っていうか撮影ミスで、ちょっと画面がちっちゃくなってましたね。左上になってたわ。本当に誠に申し訳ございません。だからちょっと直しました。で、これでね、作る。はい。材料は以下の通りです。蒸気の通りって言った方がいいのかな？はい。こんな感じでね、完成しました。で、ライ麦から作るパンをピノに渡すだから、今作ったやつをね、渡さなくても大丈夫みたいですよ。だからエネルギーが回復したっていうのも、ちょっと画面に映ってなかったね。ちゃんとね、オーバーした分は手に入りましたからね。だから、いつレベルアップしても大丈夫ですね。この108個あるから、これ4つ開けるわ。はい。で、次がラストですね。はい、クリアー。お、家が手に入った。これもちょっとだ、次回ちょっと立てとくね。だからこれをあと2つ作ればいいのか。ちょっとね、材料だけ見て、一旦終わろう。どんな感じの材料だろう。多分めちゃめちゃ使いそうだよね、これ。はい。うわ、初期のやつ、ブルーベリーソースも作らないといけない。小麦も必要。これ、ライ麦だったわ。発酵バターか、また。2個だね。チョメです。材料集めてきました。これはね、ブルーベリーソースはね、もうこのレシピっていうところからね、昔のやつが見れますね。これでね、かけらをね、集めてからね、作りました。じゃあやっていきます。いよいよですね、ほんと作る。はい、2個。さあ、次のストーリーはあるのでしょうか。さあ、早速私に引きましょう。お届け。
はい、お出かけ。土台も手に入りますね。この後土台も見せよう。はい。じゃあ2つ届けます。はい。これね、10月30日までだからね、このストーリーはね。はい、ゲット。よし、これで大食い大会の準備はバッチリだ。練習に付き合ってくれてありがとう。うん、そういえばこれから大会だった。どうしよう、お腹いっぱいだ。あ、今渡したやつ全部食べちゃったの。まあなんとかなるよね。いや、なんとかならないと思うけど。じゃあ大会に行ってくるよ。まあ次回もまたなんか服装変えとくね。優勝するぞ。まだ着てない服を着よう。はい、じゃあね、今回の実況は終わります。次回はね、この実況をやっていきますね。はい、もらった報酬の土台も置きました。で、この家もね、報酬でもらったからね。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう、失礼します。次回に続きます。